はい、きょんちゃん大好きおたけび女子でーす。イエーイ。はい、今日はですけども、はい、2月9日ということで、はい、ジャニーズ、ストーンズ、感性の法則、イン・ドーム。パチ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 。なんで、あなたいるの？私は、この前おたびさんに連れてってもらった。連れてった。楽しかったね。めちゃくそ楽しかったです。天井ぶち破るシャーン。で、ちょっとジェシーにハマってしまって。え、ジュリって言ってたじゃん。ちょっとあるよね。行ってみたら違ったパターンね。私はずっとキャモちゃん。あ、ずっと。それで FC 入ったってこと？え、すごい。入ってしまいました。あんたジャニーズ何個 FC 入ってんね。4つ5個。あ、アウト。え、あんたもなんでいるの？私は、なんでかな、ジャニーズ初めてこういう YouTube、なんでかな。なんでいるの？え、でもここにいるってことはもう見てる人はうすうす感づいてるんじゃない？誰が好きなの？あんたは。曲のトリコです。ストーンズさんぐらいになると誰とかじゃないの、曲で FC 入っちゃう。曲で入りました。え、入ったんですか？え、すごい、もう登録画面に。あ、もう登録画面に。あ、すごい。じゃあ、誰から見ていきますか。はい。はい。どうぞしてください。どうぞ、どうぞ。やったどうぞしてくださいパターンあるんだね。え、何日応募したの？全部。あ、そうです。一緒に行こうね。行きます。絶対に。え、絶対当たってる？絶対当たってます。私だってほら、動画見てくれてる人は知ってると思うけど、今年最悪だから。でももう役は払い落としてもらって、昨日もすごいことがあったのよ。なんか昨日ガチャガチャでちいかわのなんかクシクシがあって、全部そうシュシュで全6種類なんだけど、全員キャラ違うの。ちいかわ2種類とかで全員キャラ違くて、そして8割欲しかったね。でもツインテールにつけたいから2個欲しいじゃない。やばいよ、2個買ったら2個とも8割だった。え、強い。もう運帰ってきてるから東京ドームに行けるはず。じゃあ当たったの当然よ。当たりました、おめでとうございます。え、当たったの？当たった当たりました。どうぞ。え、どこから見ます？大阪から見ますか？初日から見てってください。今見てた人本当に当たったんだと思ったと思う。こんなあっさり当たりました。じゃあ4月15日土曜日、はい、大阪じゃない、大阪だった。行きたいよ。私京セラドーム初日に行きたい。行きますよ。初日にしかない思い出があるから。え、なんか瞳孔開くのやめて。当たったかと思った。えってなったから。え、だってね、初日はさ、ほらケンティがこの前さ、ファーストドーム、セクシーゾーンのファーストドームに一緒にいられたのは、ここにいる人たちだけだからって。そんなこと言われてた。そう、それが言われたいから、もう絶対初日に行きたいな。次は4月16日日曜日、大阪。はい。行きます。5公演しかないからね。おりゃ当たってない。いや、なんか今日ね、お客さんストタンたまたま3人来て、1人目の人が外れてて、ジェシータンで、次のジュリタンの人当たってたの。え、でしかもその子の友達も当たってて、その子はその大阪の初日当たってて、で友達は東京の最終日当たってて、一番抑えたいところ、すごいと思って一緒に行くんだって。ずるいよね。でもなんかこう外れ当たり外れてきてるから、あなたが当たればほら2分の1ぐらいで当たって、私的感覚ではね、はい、ちょっとどうぞ。え、当たって東京行っていいですか？行ってください。行きます。4月21日金曜日、東京ドーム、はい、初日、はい、とりあえず当たってない。うわー、なんで当たってない。当たってない。当たってた時ちょっと私心臓飛び出ちゃうかもしれない、あなたのその声のボリューム。びっくりした今。どうなんだろう。当たった時の顔。当たったと思った。当たったと思った。さあね、大丈夫、当たるわよ。あと2つあるから。2つもあるの。いきますよ。4月22日土曜日、東京ドーム公演。うれ。当たってない。それも一番当たってほしいのはその次のやつだから。ああ、もう。そう、もう一本釣りでしょ。はい。で最後いきますよ、はい、最終日4月23日日曜日、はい、東京ドーム公演、はい、ポチッ当たってない。踊れ
踊りたいに、もう一回、戻りましょう。もう一回抽選しよう。もう一回抽選しましょう。全部外れたってこと？全部外れた。まあこれが現実ですよね。すごいですね、ストーンズって。じゃあマグはドームのストーンズに行けないのね。でもなんかあれね、今まではさ自分のやつしか見てなかったじゃない、うん、こうやってさ、ま、仲間がいるからさ、まだ絶望ではない。まだ絶望じゃん、希望は。じゃあね、言ってくれるか。はい、もう見守り隊長しますね。いや、そうね、もう一回目ピッてなってさ、そこ、もうだってね、聞いてほしいの。だって多分私ね、1月7日3年前のジャニーズジュニア最後のストーンズのライブに行った時に、キョモちゃんがじゃあみんなで手つないで俺たちがジャニーズジュニアっていうのがあって、それもめっちゃ感動したの、現場にいて、会場にいて。ああいう感動がファーストドームで行われるかもしれないってことでしょう。もう絶対に初日あげて、お願い、いきます。お願いします。ポチッ、ペーッ、なんかだんだんと嫌になってきた。なんかあの一個一個汚れが溜まっていく感じが。じゃあ次いきます。次4月16日はい、いきます。頼む、ララちゃん頼む、ララちゃん、彼女の推しララちゃん、楽せー、楽せー、バカの文字みたい。こんなの文字なんだもん、当たらないのよ、それがジャニーズなの。次は4月21日、そこもね、結構行きたい。3番目に行きたい。1日目お願い、行きます。泣くー、やばいやばいやばい、もう見たくなった。もう何年くらい出る。でも本当に仕事終わってからでよかった。仕事中だったらなんかお客さんとか見ますとか言うけど、見てもし全部外れてたらさ、もう私その後さ、なんかカーチの魔法かけれなくなっちゃう。私が全部外れたの初めて、ジャニーズで。ストーンズなのよ、それが。あと2公演。次、4月22日、土曜日。いきます。お願いします。楽で。当たったかと思った。思わなかった。絶対外れただろうなって思って。じゃあ次はちょっとフェイントかけて、当たっても外れても。でも絶対当たってて、やっても嫌じゃん。待って。お願い、当たってて。いきます。フェイントかけてね、どっちでもいいから、はい、私、じゃあ私がどっちか当てるから当たったか外れたか、わかりました。絶対当ててやる、当たったか外れたか当たっててくれ。23日いきます。お願いします。せーの、お願い。当てない当たったか外れたか当てたいって言ったの、外れ、めっちゃ当てた、当てない、クソ、汚れた。人の話聞いてた。ああもう外れすぎて、ああ熱い。ちょっと待ってちゃうから、待って、シュン君やばい。私が香取シュンになる、シュンの目で見る。当たるわ。当たるはず。いや、これじゃシュンが足りない。シュン追加、追加。ほら、祈祷師みたいになる。よし、私のやついきますね。なんか全然こんなに追い込まれるつもりじゃない。ああ、すごい、初めて見た。来ます、来ますね、来ます。なんかこんな怖いの、インドーム、ちょっと見ないで私のやつ。めっちゃ怖い。さっきの人たち当たってたじゃん。行きます、行きます。23日、東京ドームから見るとこだって逆から見るの。危ない。来ます、15日土曜日。うりゃ、白線ここ一番上げ。じゃあもうファーストドーム無理ってこと。通常ダメだ、絶対嫌なんだけど。待って、日曜日、16日日曜日。白線、あー、そんなこと思ったよ。つらいつらい。21金曜日、東京ドーム初日。しゅんくん、ダメだ。もう、待って、追い込まれた。やばい、待って、追い込まれてる完全に。もう一回役払いってこと。もう見る前に行きますね。辛い、行きます。お願い、
けるドームには行けるはず。行ける。行きます、ラストチャンス。お願い当たっててほしい。行くよ行くよ。めっちゃ怖い、めっちゃ怖いよ。見たくない。もう下、もう下見るね。はい。シュンくん何にも悪くないよ。そう、悪くない。何にも悪くない。ちょっと待ってください。何にも悪くない。大丈夫、大丈夫。あー、大丈夫。まだ救世主が。誰救世主には。まだ誰。おたらという。あいつだって前回も応募しなかったじゃない。いや、今回はまあ、だって多分あの子も今日あれよ、滝沢歌舞伎発表されて、今日から応募とかもそんなことで頭いっぱいで。お父さんに電話しますか今。いや、電話しなくていいわよ。もうじゃあタラちゃん、一瞬だけ電話してみます。いや、しなくていい、全然しなくていいわ。はい、以上、初めてかもしれない。じゃあね、次回はタラちゃんの当選動画で。当選動画でタラさんの。頼むよタラちゃん、もう望みしかないよタラちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。タラさん頼みよ、タラちゃん。2個くらい当てて連れてってください。私が滝沢歌舞伎当てて連れてってあげるから。私もじゃあ私のこと完成の法則に連れてってください。お願いします。お願いします。一生のお願いです。あー、慰めたい。